で、はい、この皆さんがこの自分の特性が分かりましたとした時に、うん、では能力の種類というのがここでは挙げられていて、はい、要はこの特性を今度はじゃあ能力に落とし、どうやって落とし込んで能力を高めようか、うんうん、要は脳みそがこういう、なんて言うんだろう、僕の中では好き嫌いがあるんですよ。脳みその好き嫌いが脳みその好き嫌いがあるんです。ここ人がいるんですよ、きっと。こうこれ嫌いとかこれ嫌いとかって言うんですよ、はいはいはい、これ僕できないからやりたくないとかっていう人がここにいて何かいる、何かタヌキさんとかウサギさんとかがいるんですよ、はいはい、僕は雇ってるんです、うんうん、あのお金を払って、はいはい、働けよって言ってうん、うん、人間じゃないんですけどね、うん、でそれをじゃあどうやって特性に能力があって、じゃあ能力を高めようかっていうのが何種類かあるんですけど、人には、うん、人にはというかですね、もともとどのような能力が備わっており、それが低いとどのようなことが起きるのかを探っていきましょうというのが本で紹介されていて、はい、では左上からいきますね。視覚的ワーキングメモリー、うん、これは能力が低いとき文字や人の顔をなかなか覚えられないというのがあります、うん、で聴覚的ワーキングメモリーというのは、うんうん、これは電話番号や人の名前をなかなか覚えられないというのがあります。で、言語操作力、うん、これは文章の意味がわからない、うん、文章が書けない、うん、聞いたことが理解できない、うん、上手に話を求められないと、うん、いうのが言語操作力。で、次が数操作力、うん、数と呼ぶんですかね、うん、足し算や割り算ができない、うん、単位が理解できない、うん、で空間認知力、これは運動やパズルが苦手、うん、足の小指をドアにぶつけやすいとかってありますね。僕よくね、はい、腕時計を壁にぶつけるんですよ、はいうんはい、ないですか。まあありますよ。よくはないですよね。よくあの小手曲がる時とかに、うん、会社とかで角に腕時計をぶつけます、はいはい、で視覚認知力、うん、これは似た漢字の区別がつかないとか文章を読むときに行を飛ばしがちになると書いてありますね、うん、で聴覚認知力というのは救急車が近づいているのかどうかがわからない、うん、周囲の音に気を取られるとあります、うん、で一般常識、うん、これは他人に不快感を抱かせてしまうとあります、うん、能力がすべて低いときの話をしています、うん、で処理能力、これは決まった時間に仕事を終わらすことができない、うん、で手先の高知性、うん、これは折り紙を折るのが下手とか、うんうん、綺麗な字を書けない、うん、で粗大運動能力というのは、うん、目的に合った運動を効率よくできない、うん、で柔軟性、これはトラブルが続いた時対策を次々と立てることができない、うん、で秩序性、これは考えに一貫性がない、うん、新しいことにチャレンジできない、うん、で創造性、これは新しいアイデアを生み出せない、うん、社会性、これコミュニケーションが取れない、うん、衝動性、これは思いつきで行動してしまう、うん、なかなか行動に移せない。遂行機能、これは時間配分や優先順位、手順を考えて効率よく仕事をできない、うん、継続力、同じ作業を続けることができない、うん、時間感覚、5分が自分の中でどれぐらいの時間なのかがわからない、うん、とあって、人にはこういう本来今挙げた能力が備わっている、うん、その上に認知特性がある、うん、要は認知好き嫌いでこの今ここに挙げているこの能力をどうやって特性を生かして高めるか、うんうんうん、これだけある能力を少しずつ高めていくことが、うん、この世の中で、うん、自分の幸せを高められる、うん、まあ、これが生きやすさにつながり、うん、まあ、例えば今挙げてるのが脳みその好き嫌い、はいはい、要はこれを自分の得意な部分と、うん、まあ、例えば苦手の部分の把握とかね、うんうんうん、これにどこが影響してるかですよね。いや、うさぎとたぬきとかがうんってまた隊長の顔見ましたよ。はい、なんだってって
例えばファンタジーが高い、はい、あで低い部分でしたっけ、さっきさっきのたくさんあったやつは低いところの設定、これが低いとこういう傾向がありますよっていう、そうです、能力が、はい、要はこれは特性、特性、先ほどのは人間にもともと備わった能力、うんうん、はい、でもともとの備わった能力を伸ばすことができると、うんうん、この社会では生きやすくなる、うん、これとはまた別の問題、要はこれは脳みその好き嫌いなの で、ね、うん、能力ではないですよね、これ好き嫌い、好き嫌いだけど、まあ、はい、ファンタジーの人はそうやってファンタジーで表現するのが得意なわけじゃないですか、脳みそがやってしまってるんですよね、やってしまってる、まあ、はい、そのようにこう世の中の情報も受け入れるし、受け入れるし、うん、はい、で、まあ、誰かに説明するときもそうやって物語として説明したりする、あ、じゃあさっきの能力をもう一回見てもらってもいいですか、はい、ごめんなさい、いや、これは人がもともと持っている能力、はい、うん、能力なので、ここをどうやって伸ばすかっていうことだと思うんですね、うん、世の中で、はい、なんか生きやすくっていうのは、生きやすくっていうのは、うん、評価される部分、うんうんうん、その例えば求められる職場によって求められるものが違うわけじゃないですか、業種とか職種とか、はい、手先の器用さが求められる職場だったら手先の器用さを高めなければいけないし、はいはい、あ、それを伸ばすのに特性が分かっていると、うん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 、それを使って、まあ、覚えるときにも、うん、読む人は読んだ方がいいし、僕は多分もう YouTube で見ながらとか、うん、見た方がすんなりそのまま入ってくる、うんうんうん、手先の器用さを高めるために辞書を調べるみたいなイメージですよね、辞書が高い人はの、うん、これをこうやってこうやってそうですね、っていうのがあり、うん、でまたその覚えるときに人にはその順番があって、はい、順番というのは例えば鳥の巣箱あるじゃないですか、はい、こういう三角屋根で丸が開いてる、うんうん、それを映像したときに、うん、同時処理と刑事処理っていうのがあるんですね、うん、刑事処理の人は、うんうん、まずこの屋根の一辺が A、 屋根の一辺が B、うんうん、平面の穴が開いてる部分が C、うん、まず A と B の屋根を作って、うん、その後に C のやつを組み立てればいいんだっていう順番になる人が刑事処理、うんうんうん、で同時処理っていう人は、うん、巣箱を見た時に平面で捉えるというか、うん、順番ではなくて、うん、これとこれとこれっていうのが同時にパンって見えるみたいな、この刑事処理、うん、同時処理っていう脳の癖がある、うんうんうん、っていうので、多分おそらく体調は刑事処理なのかなと、要はなんかチャートになる、まあ、作ろうって段階、はい、だと、まあ、屋根が、まあ、順番を考えたりしますよね、はい、うん、とかその先ほどの物語を見るときとかでも、うん、なんか方程式っぽくないですか、あ、例えば長文読解とかするときに、はいはい、本文全体からどのようなことを言っているかを、うん、漠然とイメージをつかむのが同時処理、うんうんうん、物語をその段落ごとに理解しながら、うん、場面による状況を把握していくのが刑事処理です。あ、刑事処理ですね。はい、こう来てこの発言をしたからこうなってこうなって、でこことここがつながってるから全体としてこういう話を言ってるんだみたいな、僕の中では、うん、ああなるほど、うん、で最後に思ったことだけ言うんですね。こういうことですねって、うんうんうん、だからいや違いますよって、で順番で説明されると、うん、合ってる時は合ってるってなるんですけど、まあだから全体もありますよ、あもちろん、うん、結論がありますからね、こう、はい、全体を見たなんとなくこう印象を受けて、はい、それはって分解しだすみたいな。いう感じです。僕分解はね、はい、時間がかかるので同時処理だと思ってるんですよ、うんうん、だからそこのざくっと、あこういうことが言いたいんだろうな、なぜならここでこういう発言をしてる、ここでこういう発言をしてるみたいな組み立て、あとね多分プレゼン上手ですよ隊長。まとめたりするの。はい、はい、3D とファンタジーは同じ映像認識でも優位に使っている機能は異なるのですね。映像、まあ、なんか段階な感じはしますよね。このカメラが来て、はい、
3D が来てファンタジーが来てこう上からじわーっと変わっていってる感じがするじゃないですか。カメラが来て 3D になってそこにちょっと文章が混ざってファンタジー来て完全に文章になってそれが音が混ざってラジオになって完全な音になるみたいな。でももしかしたらサウンドの人は、はいはい、我々どちらかというとこの今、はい、3D も高いので、はい、あとはまあ視覚の基本情報脳の処理の情報は目が 80% だっていうじゃないですか。どうしても目に頼るんですけど、うん、もしかしたらここに音楽家の方がいらっしゃると、うん、音が先っていうのはあるんですかね。音からだよって、まあ、あると思いますよ。それはまあどこが得意かみたいな、はい、音からだよって、まあ、3D とファンタジーがまあそうやって混ざってんじゃないかなみたいな。カメラ、弦、アジショ段階的にこう変わっていってる。わかります？わかりません。このカメラってもう完全な映像じゃないですか、はい、でそこにこう 3D になってきて、まあ、3D も映像ですけど、はい、そこにファンタジーってくると 3D の映像に文章が混ざってくるわけじゃないですか、物語として。そうですね。でそれがそこから 3D が外れて文章になってみたいな。はい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 。でそこにこう今度音が入ってきてラジオになってでそこからこう文章が外れてサウンドになるみたいな。要は、うん、あの情報の、うん、脳みその情報の処理能力を、うんはいはい、よくあのパソコンとかでも、うんうん、音声だけだと、うん、このぐらいの軽さだけど、うんうん、画像を足すと、うんうんあはいはい、大きくなる、うんうん、でその脳の処理能力の改ざんって言うんでしたっけ、この分析できるのがあるとすると、うんうん、今何をと してたか忘れちゃったんですけど、はい、どこにその能力を割り当ててるか、うんうんあまあ、なんかこう流れてってるっていうか、カメラとファンタジー、あ 3D と辞書の間にファンタジーがあるみたいな。ああそうですね、そんなイメージ。はい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 、うん、っていうのがあって、まあ、これを生かしてどうやって自由に生きていこうというのを、うんうん、このチャンネルでは、今までもだからこれからも多分今の職場とかにどの能力が必要かですよね、はい、皆さんですね。皆さんはい、そうですね、うんはい、でその能力を高めるためにこの辺の認知特性を活用してうまいこと高めていきましょうみたいな。要は何かを学ぶときにこの特性を生かすと効率よく覚えられる、うんうん、で自分を覚えたものをこの世界にプレゼントできる、うんうん、今ちょっと意識して言いました。世界にプレゼントできる、世界にプレゼントできる、うん、と要はテイカーよりもギバーですよ、うんうんうん、世界を動かしているのは、はいはい、ギバーになりましょうよっていう話ですね、うんうん、締まりましたかね。まあなんとなく、なんとなく、はい、はい